会場にお集まりの皆さん、こんにちは。創業大学風車と申します。この度私たち事ではありますが、今回踊らせていただきます時紡ぎという楽曲を踊り納めとさせていただきます。この時紡ぎの終着戦にふさわしい演舞をいたしますので、ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はっ、よっしゃお前ら、時紡ぎ最高の演舞にしてやろうぜ。それでは参ります。清く、ありしと清もと、さまよいやだ。かけらが少年を導く物語。記憶を求めた先に何があるか分からず、いつからだろう、何も分からず少年は暗闇をさまよう。一つ分かること、記憶を呼び覚ます。ただそれだけ。ふと光り輝く一つの欠片、掴んだその刹那、光が少年を包む。目を覚ますと眩しいほどに広がる視線、木々のささめき、川のせせらぎに身を委ね過ごすうちに、楽しいという感情を思い出していく。手にした少年は有名にも似た暗闇の中にいた。静寂に困る不安という感情が芽生え、少年は苦しむ、そして嘆く。その不安はやがて恐怖、喪失感となり少年を襲う。少年は涙した。その涙は光を放ち、少年を優しく包み込む。誰かの声に導かれ、差し伸びられた手を取り、共に旅立つ。最後の時紡ぎ、最高のものにしてやれ。出会いは少年を未知の山頂へ誘う。暖かな風に誘われ、少年たちは気の向くままに進む。共に旅する仲間に心地よさを感じていた時、少年の探し求めた欠片はあった。背中を押された少年は居場所にまた一歩近づく。神秘的なる欠片に振り回され、吸い込まれるように手に取った。時を越え失われし
を人々との別れを告げていた。涙しながらも笑顔で送り出す人々に少年は涙をこらえ、居場所へと歩みを進める。みんなありがとう。見てくださった皆様に感謝の礼。ありがとうございました。はっ、朝車笑顔で撤収。